はい、動画をご視聴いただきありがとうございます。リーちゃんです。ダークエルフ戦リベンジやっていきたいと思います。攻撃をもうヤンだけに絞って、リーちゃんと、シドは回復に回ってもらいます。これでいきます。聞かねえ。一って。
まあ、あれ見てと解除されるわ。多分この流れでいくともう一回この最初に戻ってくるんちゃうかなという予想です。はい、クエイクが来て、でこの次が多分熱戦に戻ると思います。よっしゃ、倒せた。ではこれで戻っていきたいと思います。
この辺は一緒やな。ファイガテ。お、耐えた。これ楽勝そうやな。さすがにテラは無理や。よし、次真ん中や。もう復活させんの？早くね。あ、バーカ。復活させんの早っ。間に合えへんと思うけど、やってみようかな。間に合った。ほら、楽勝じゃ。やめろ。え、待って。え？え？
いや、つえなんじゃこいつ発狂し始めたぞ、こいつ。やめんか、クラスターばっかり。これ負けやわ。どない成長に。3体同時まではいかないですけど、前の真ん中と右のやつは同時に倒さんと厳しいですね、だいぶ。あれ？え、動いてけへん。
おら。あー強かった、めっちゃ強いな。一旦回復セーブで戻ります。
はい、ローザと、ガリが仲間に回りました。お、装備してるやん。囚人の服じゃなくなってる。ここは一緒ですね。よし、え、聞けへんの？マジか。え、あー、ここは一緒って。ちょっと待って。なんなんこいつ。無理やろ。